技勝ちというところにつなげていきたいですよね。そうなんでしょうね。三塁に送った、うん、これは後半だ。待って打ち上げました清宮。これは田村、取ったか。おー、ナイスキャッチでした。最後うまく滑り込みながらバントを上げた。キャッチャー若月取った。そしてタッチアップ二塁を狙った岡。8年目でデビューを果たした駒月ですが、ファウルグラウンド際どいところと清水が取りました。清水ナイスプレイ。プロ初ヒットを狙った駒月。もう山川が前進して三塁側森を取って三塁送球、三塁アウト、一塁はどうか。投げません。好プレーが出ました。森友哉いいプレーですね今のはね。掴んですぐさま、はい、迷うことなく三塁へ送球しました。